買い手送りしない方が得だと思ってやってるんで、積もったかもしれないじゃん。な未来は変わったかもよ、なんつって、はい、違ってた履いて、よくわかんない見てなかった興奮してワンパイ3つだったの。ワンパイ3枚でしたね。ワンパイに3枚でした。さっきからおかしくね。はい、さあシンデレラリーグ決勝1回戦だとオーラスを迎えております。なんと6本場で供託が3000点というような。ちょっとね、そうこれはね流局が多すぎるんですよ。ワンパイに数が入りすぎてて、はい、まあ、かつ各選手のこの守備力ですとかね、はい、そういったところがかなり光ってますよね。これ どうなればいいの。マンガンで上がり、マンガンで上がりは与那城2着になります ね。あ、トミさんこれマンガンでトップでこれですよ。ハイパイ、はい、トミはマンガンツモでトップに立ちます。マンガン出上がりもトップかな。出上がりもトップです。供託もいっぱいあるんで、はい、ありがとうございます。与那城さん初ワンスルー、ニサシの3色がある。上がっただけで4800点ついてきますと。いやー、梅村さん、梅村さん降りるか。大きいですね、ハイパイ降りはしない。チュンポこれ結構まあまあまくられてた、あの、ね、局面なんで、だからチュンポしていくかもしれないですね、うん、上がるに行くか、上がり行きますか。直撃リスクは少し増えるが、やっぱ丘があるね、このルールは。もう本当にトップが取る取らない大違いなんで、そうですね、しかも決勝ですからね。やはり優勝するにはもうトップはやっぱ必要条件、まあ、2回以上はね取っておくとかなり有利になりますよね。それは各選手も当然分かっていることでしょう。1万点差で6本場、6本場っていうのは積もったら2400分でしょ、はい、で5400分積もが起こってるから1326でトップだな。トミーはトップまで行くんですね。うん、これちょっと、まあ、1000、2000じゃ足りない。いや、だけどね、あの関数マンがチーできないんですよ。あ、なるほど。泣いていくと、泣くとね足りないんですよ。多分点数条件的には。お、だから逆に今なりますよこれ。四五の三色ありますね。はい。倍マン？倍マン？倍マン、そんなにいります？単品三色ドラドラ。でもあるに越したことないですよね。はい。装填もアドラ引いた。ドラ引くとリーズも初ドラ1がある。初2枚切れ。さあここは初落としていく。これだとトップありますね。メンピンツも3色ドライチありますね。2、3、4、3色で羽根もトップなんですよね。羽根もトップ怖っ。そうなんですよね。与那城さんトップまでレアンシャンテン、はい、さっきの我慢がいきそう、はい、生きる可能性ありますからね。 パーソーとサンズを引いたらトップ、あの、はい、トップリーチ。うーん、怖いですね麻雀って。いやトップのリーチですよ。パーソーとサンズを引くだけですよ。なんかそれ聞くとすごい簡単そうに聞こえました。急にだって今まであんだけ不好きだったじゃないですか。そうですね。それが恵まれないね、うん、展開が多かったですね。だからあの裾切りとそうでやっぱ手配のさ、手役のさ構想力がすごいんだよ、うん、与那城ってうまいんだやっぱり、はい、あの第一打で決めるっていうのがありますもんね、うんうんうん、見た目はすごくさこう若々しくてさ、ね、スタイリッシュな女の子なんだけどさ、はい、おじさんだよね。渋い選択がいくつか見られましたよね、うん、なんか体重90キロぐらいあるさドリブンズにいそうなおじさんだよね。ジャントできましたね、はい、ピンフがつくの。あれはピンフがつきます、ね、闇点もできる。ピンフ三色ドラドラだとトップか。トップです。あ、だけど、はい、安めになっちゃうんだったらリーチですよね。大体あの高め安めができるじゃないですか、四五郎の三色って。一応積もう直もありますけどね。面品ドラドラで無条件しません？しますね。特に数ピンなんか引いたもんならね、三面調になるんで。やっぱりでも数チーマンも出てないんですよ場に。町が全部いいんですよ。三面ちゃんか数チーマンじゃないですかとか一数ピンもいい。うん、どうなんだろうなこれな。塚田もいいシャンテンでしたね。そうですね、塚田さんもいいシャンテンで、ね、いいシャンテン。ニコニコでパーソがね順からなんです。あの順からっていうのは場に見た目で4枚見えてますよね塚田さん。与那城ここは見えてますね。はい、チーマンがくっついて両層切りを選択しましたね。そうですね、二差し捨てましたね。はい、塚田さんメンツでも保留してるってことかな。パーソ全部出てるよね。うん、見えてますね。はい、あのメンツで見ながら、うん、一応6783色もね大天杯。なるほど、パーソ全見え、1枚だけ残ってるか。いやドラ短期にこれだと単品以降もあるんで、うんうん、急走切ってね、はい、赤引けんで赤ニューロシアも13262着になるんで、うん、これ中はどうだ。さすがにパーソか。さっきのね E1 ねまあ残しそうだったんだよ結構。い
やこのオーラスの親でチートイツをやりたくないんでしょうね。いやわかるわかる、それはすごくわかる。僕は先輩の運転でもね、うん、変わっちゃうんで、はい、僕はよくそれで終わっちゃうから、その親が、あらーっつって脳天だわっつって。3着目のトミーと1200点差という、うん、でもチートイツは決めた時ぶっち切れるんで、はい、ザニオールいたらマジ勝ちなんで、まずそうですね、うん、はい、そのリーボー出してもね、はい、3着目に落ちないんで、そう、まあ、リスクは当然あるんだけど、うん、あー終わっちゃった親っつって、ね、全然はんねえわっつって、でみんなに紡ぎられてさ、はい、こういう街をさ、山にはいたんだけどなってなりますよね。山に読めてんだけど言い訳してさ終わり、ツイッターに書いて終わり。うわ引いたよ、さすが引いた、これは三蔵切りがあるな、これでいいシャンテンです、これ多分リーチでしょ、全部全部リーチいきそうですね、確定しない、あ違うか、数万いた時はダマあるな、1と4が高いから、しかも1も上村からも上がれますからね、それだ、1もとか7も、ね、7も上村から上がれるし、ツモもトップだし、うん、でも景気づけにリーチもあるよね、ソテンもね、ソテンも意外と地味に効いてくるんだよ、ハネツモハネツモで大きいんで、これラスト3着の差がね10ポイントしかないルールなんで、うん、ソテンの例えばハネマン分とか大きいんだよね、大きいんで、はい、テンパイはしそう、そうですね、順位馬10、20のルールとなっています、でも1ピン意外と薄いね、1ピン3枚打たれちゃって、1ピンない、数ピンがない、チーピンは、チーピンは2枚ありますか、3枚あるか、3枚、はい、3枚残っています、だからシゴルで決まるのは出上がりしかない、これはもう撤収、受けを選択しましたね、撤収、トップ目の梅村になると、うわチーピン切りリーチだ、無条件だ、これスッチーマンを切ってリーチ、これめちゃくちゃいる、小山、この順目にめちゃくちゃ小山、小山だわ、ですか、めちゃくちゃいる、 さっき数えといたんだよ、逆転手がさすがです、さすがね、逆転手のリーチが入っています、数えるの早いって言われたくてさっき数えてた、はい、で大井さんよく数えてますから言わないだけでめちゃめちゃ早いです、早いですね、でこれが待ちになるってね、怖いよ、5倍、あー梅村さんトップが、あ降りちゃったから、でも降りるよな、でもこれ離局したら勝ちですよ、梅村は、はい、もうあとは祈るばかりですね、小山だよ、小山だよ、ね、見てください、ちょっと順目もねもうかなり、つもあと3回しかない、あーいってよな、振り点だけど行くか、振り点だ、スーピー、あー順かな、これスーピー引いて裏1トップですよ、ちいちょいちょい、 E ピン3枚切れ、ただ用があるのはスーピンですよね、与那城が、ただ E ピン引いて裏1も嬉しいんで行きますね、行きます、これは絶対行きます、はい、ここは振り点ですが与那城追いかけリーチの選択です、上がりましたね、小、はい、山対小山対 E ピンは1枚0-0、まあ、つまり与那城がこの後つもぎりを続けるってことですね、テンパッとチュンだ、スーソーはトイトとしない三軒リーチありますね、あリーチしてない、さあスーソー置いて闇天に構えたのは塚田です、梅村大丈夫、チュンチュンはションパイですね、チュンいるよ、チュンいる、トミさん怖、うわいや怖い、うわ怖、うわー決まった、うわトミーはこの強い、五山は強い、はい、トミーが、リーチピンフアカーカ8000は、6本馬ですので6389800ですね、はい、そして3000点の供託もものにして、ここはトミーに軍配が上がりましたね、3000点どころか4000点になりましたね、そうですね、1号が上がったので、さあシンデレラリーグ決勝戦の1回戦、トップを取りましたのはトミー、そして2着が梅村ですね、うん、そして3着に塚田、4着に与那城といった着順で1回戦が終了いたしました、はい、麻雀するよチャンネルをご視聴いただきありがとうございます、麻雀の動画をほぼ毎日更新しております、チャンネルの登録高評価、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。